どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。皆さん、妖怪ウォッチバスターズ2なんですけど、発売日変更延期になりました。12月7日木曜日発売予定だったんですが、12月16日土曜日翌週ですね、映画妖怪ウォッチ第4弾の公開日と同じ日になりました。延期の理由見てみると、さらなるクオリティアップと全てのユーザーの皆様に安心して遊んでいただくため、発売日変更ってなってますね。翌週にずれただけでクオリティアップするのかなという気もするんですけど、映画の公開日と合わせたのなんでなんでしょうね。まあ、バスターズ2は映画とも実はね、結構連動してます。蛇王カイラとエンマ大王が融合した闇エンマ、そして戦いの神クライマックスで登場する不動明王がバスターズ2にも登場します。で、今回はですね、キーワードとなるバンバラや、そしてソードとマグナムの違いについても見ていきたいと思います。まあ、タイトルがですね、秘宝伝説バンバラヤーという風についてるんですけど、そのバンバラヤーとは一体何ぞっていう話ですね。バスターズとあとブンドリー一家が謎のアイテムを取り合ってるんですよね、こちらのイラスト。このアイテム自体がバンバラヤーなのか、それともバンバラヤーにつながる重要なアイテムなのか気になるところですね。このドヤガリ族の酋長がいろいろ知ってるみたいで、そろそろバンバラヤーの秘宝について言わないといかんべな言うてますね。インディージョーズバンバラヤーでですね、バンバラヤーを狙ってるのはバスターズとブンドリー一家だけではないんですよね。ここに隠れてるんですけど、猫2世も狙ってます。ふふふ、いいことを聞いたでちゅー。あとですね、ダンジョン冒険中に急にバンバラヤーっていう掛け声がかかることがあります。すると敵や味方に特別な効果が、敵味方の力や揚力が鬼アップ鬼ダウン、敵味方の HP が全回復、さらに落ちているアイテムが全ておにぎりに変わるなど不思議なことが起きます。なので冒険中でもストーリーでもこのバンバラヤーっていうのが重大なキーワードになりそうですね。今作のストーリーはですね、バスターズハウスに1億円の家賃滞納発覚で、10日後までに1億円払わないとバスターズハウスから追い出されるということで、お宝が眠るカラクリ島で冒険するわけなんですけど、このカラクリ島実はですね、不思議なネジ巻きでどんどん形が変わっていきます。第一形態がこちらで、第二形態がこちら、帽子かぶってこの塔みたいなやつが上に上がってますね。そして第三形態こちら、なんかでっかい船が登場してますね。なんかしかもさ、両手っていうか指みたいなやつも生えてるよね。これは一体。さらに最終形態もあるみたいなんですけど、最後どんな形になるのか。カラクリ島でのバスターズキャンプも公開されてます。砂浜ですね。ヒュードロイドの改造は電人親方に話しかけましょう。そしてアイテムの購入はジミー。キャンプのリフォームはメゾンドワスレに話しかけたらできます。そして妖怪の強化は爆速に話しかけましょう。テントに入ると衣装の変更ができます。ミスタースコップに話しかけると1日1回掘り出し物を入手できます。ワカメ君に話しかけると QR コードの読み取りとかパスワードの入力でデータの受け取りができます。武者カブトに話しかけるとスレッジが対戦できます。バスターズキャンプの奥に謎の祭壇があるんですけど、ここでいろんなことができます。ガシャドクロトレジャーに話しかけてガシャが回せると、それで陽気な陽介に話しかけて陽気の交換とか解放とかですね。あとホノボーノさんに話しかけてメンバーの編成、あとブリー隊長に話しかけてダンジョンに出動できます。ここからはですね、ソードとマグナムの違いについて見ていきたいと思います。皆さんどっちからプレイしますか？まずソードとマグナムの違い、レジェンド妖怪が違います。ソードでは森神レックスっていう恐竜のレジェンド妖怪、そしてマグナムではカネクイ姫っていう人の金運を食べる妖怪ですね。続いてビッグボスなんですけど、ソード限定のビッグボスがビシャガツクマイティドッグワニュード、マグナム限定がウィスマルマンレッドジェイダークマスターです。前作の白犬対赤猫団とちょっと似てますよね。ソードではコマさん系、マグナムではジバニャン系の妖怪が出ると。続いて限定妖怪見ていきます。ソードでは闇キュービとかミーフーダークコマーが、でマグナムでは光オロチ、フーツー、ヒーローニャンとかですね。やっぱマグナムの方は磁場系で、ソードの方はコマ系ですね。
アキラメン、カテンシ、コマさん S、コマジロウ S がソード。で、フテクサル、モノマネキングとか、ジバニャン S、フユニャン S がマグナム。鬼グモとか、妖怪ガッツ F、ファントム L、シャクレロがソード。妖怪ガッツ系、鬼ガマ、スノーラビー、マルナゲット、とがマグナム。他にもフルーツ系の妖怪とか S ランクの妖怪とかも限定で登場します。続いて三神閻魔ですね。ソードでは時空神閻魔、マグナムでは太陽神閻魔が登場します。個人的には太陽神閻魔好き。ダウンロード版の購入特典見てみると、ソードがドヤガリコマさんで、マグナムがドヤガリジバニャンですね。ドヤガリ族の姿してます。どっちも可愛いけどね。あとパッケージ版の購入特典も違いますね。ソードでは閻魔カイラがソード持ってて、マグナムでは閻魔カイラが銃、マグナム持ってます。妖怪ウォッチプニプニとの連動キャラがこちらですね。ソードがプニジロウで、マグナムがプニフユ。動画の右上に i ボタンでアンケート取ってますので、ぜひ皆さん投票してみてください。今回も大盤振る舞いセットあります。発売から2ヶ月間期間限定で配信。5つ星コイン、これ S ランクが出やすいコインですね。そして妖怪ガシャコイン8枚、なので序盤でめちゃ強い妖怪ゲットできるかもってことですね。超重要。そしてトレジャーコイン1枚もらえます。これはですね、妖怪の専用装備が出やすいコインですね。なので秘宝妖怪とかは出なさそうですね。最後に新しいダンジョン紹介しておきます。まずこちらサクッとダンジョン、大盛りストーンとかメガ盛りストーンを使って挑戦できます。なんか鳥の頭みたいなやつが入り口になってますね。中のダンジョンが毎日ランダムで変わるみたいです。武器が出やすかったり、鬼玉が出やすかったり、容器の粒が出やすかったり、その種類は様々です。そしてこちらが無限ダンジョンです。なんと100回以上もある深い深いダンジョンになってます。無理ゲーじゃね。一定回降りるごとにボスが登場します。これ5回とか10回っていうことかな。で、負けたりリタイアしたりするとトレジャージュエルっていうアイテムが全てなくなってしまうので要注意です。無限ダンジョンのみで使用入手できるこのトレジャージュエルを使うと無限ショップでお買い物できます。ということでバスターズ2ではバンバラヤーの謎の解明、そして歴代の閻魔大王出まくり、そして大秘宝妖怪ヨーデルセンの解放、妖怪ウォッチ3では解放できなかったんですけどね、そして新レジェンド妖怪に新秘宝妖怪、新ボス、そして映画妖怪ウォッチ第4弾のコラボなど、かなり新要素盛りだくさんとなっております。一応ソードもマグナムも両方買おうと思ってるんですけど、どっちからプレイするかかなり悩むところですね。